さて皆さん、先週の、ね、日曜日はスポーツオーソリティの、ね、ガンバ大阪プレイヤーズトークショーにたくさんご来場いただきましてありがとうございました。もう選手の皆さんに、ね、本当に温かい声援ありがとうございます。まあ、出演してくださったのがね、ゴールキーパーの東口選手とそれから西野隆治選手ということで、例年のねトークショーよりも女子率が高いね。もういつもこう結構男性の方がバーッと前にいらっしゃってね、女性の方がちらほらって感じなんですけど、こんな人はほんまにも女の人が多くてね、華やかで本当楽しかったです。皆さんいろいろ声をかけてくださってありがとうございました。そして、東京在住のゆうきさん、メールいただきましてありがとうございます。こんにちは、サイマルラジオでいつも番組を聞かせていただいている東京在住のガンバサポーターです。ありがとうございます。で、スポーツオーソリティ阪急山田店で東口選手と西野選手のトークショーがあったようですね。竹島さんが司会されていたのことね、いたとのこと、途中会場にケーキが登場して面白い展開になったなどなど、ちらっと噂を聞いています。直接会場に足を運ぶことができず残念。トークの内容やエピソードを知りたいというサポーターは私の他にもきっといるはず。デポナビでぜひ様子を聞かせてください。よろしくお願いしますね、伝えております。今後も番組楽しみに聞かせていただきますねとね、いただきました。ゆうきさん、本当に東京から聞いていただいてありがとうございます。この間のですね、東口選手と西野選手のトークショーの、様子はですね、6月1日のね、デポナビのこのライジング G ガンバ2014のコーナーでたっぷりとお届けします。まあ、トークショーの、ね、録音はもちろんのこと、トークショーが終わってからのお二人の、ね、感想なんかも、ね、たっぷりお届けしますよ。なんとこの日はガンバ大阪の野呂社長も来てくださったので、ね、びっくりしました。もう普通に言い張るんでね、なんかサイン会の時にふっと見たら社長やんで、わーっと思ったらトークショーから見てたよって本当にもうね、さらっと言ってくれはって、で、その後ね、控室に戻った後も野呂社長がいてくださったんで、ね、野呂社長にもインタビューしていますので、まあ、本当に東口選手と西野選手とね、社長の掛け合いもね、特別にお送りしますので楽しんでいただければなと思います。ということでね、トークショーね、実際に来ることができなかったという皆さんは6月1日のね、このデポナビのライジング G ガンバ2014のコーナーでたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。ゆきさん、メールありがとうございました。これからもぜひ聞いてくださいね、よろしくお願いします。いや、でもこの間は本当にね、急遽、丹羽選手から2つも交代になってしまって、東口選手と西野選手だったんですけれども、皆さんね、本当に温かいメッセージありがとうございます。で、スポーツオーソリティの斉藤店長も、東口くんがね12日の誕生日なんですよってもう2日前にお伝えしましたら、もうシュッとのような素敵なケーキをね用意してくださって、本当にね皆さんで誕生日祝えて楽しかったですね。本当に、まあ、東口選手もワールドカップ選ばれるようにと願いを込めたんですけどもね、今週は日本代表の選出ありました。ガンバ大阪からは遠藤選手、今野選手選ばれましたよね。わさびさん、メールありがとうございます。ガンバの遠藤選手と今野選手、代表入りできましたね、おめでとうございます。よかったです、応援します。竹島さんのレポも熱くなりそうです ね、竹島さんもガンバとわさびさんからいただきました。本当ですよ、嬉しかったです。もうね、まあでもお二人のね、こうひょうひょうとした遠藤選手と河野選手の本当にね、実感のこもったインタビューを後ほどお届けしますのでね、ぜひ皆さん楽しみなさってください。そしてアリピーさん、いつもメールありがとうございます。竹島さん、こんにちは。今日もいいお天気ですね。昨日の FC 東京戦は3連勝といかなかったですね。私の予想では2対0くらいで勝てるかと思っていましたが、予想外の試合結果でがっかりの試合でした。J リーグもワールドカップ開催のため中断期間に入りますが、再開の時に勝ち点3をどんどん積み上げていってほしいです。ワールドカップ代表メンバーに遠藤選手、今野選手が選ばれましたね。今から試合がすごくすごく楽しみですといただいております。アリピーさん、本当ですよね、皆さん昨日の試合は残念でしたね。もう開始早々の失点、痛かったですね。本当にもう長谷川監督もね、もう結果を見れば立ち上がりの失点が全てかなと言ったんですけど、予想外だったことでしょう、本当にね。まあでも、まあ岡崎選手の復帰などありましたしね、
まあナビスカップはこの後始まりもまたね、鹿島戦、それからね、いろいろとありますけれども、ぜひ若手中心になると思うんですが、もうね、再開後の戦力になるように頑張ってほしいと思います。まあね、昨日はね、森重選手やゴンちゃんがだけに勝ちたかったですよね、本当にね。ね、トークショーでもね、FC 東京戦行きますねってたくさんの方言ってはったんでね、ぜひ皆さん、お疲れ様でした。感想なんかはぜひ当番組にお寄せくださいね。もう悔しい気持ちも全然ぶつけてくださいよ。もうね、よろしくお願いします。さて、ライジング G ガンバ2014なんですけれども、今日はですね、ワールドカップに向けて代表選手発表されましたが、ガンバ大阪から遠藤選手、今野選手が選出されました。それを受けて、ガンバがね、記者会見をね、開いてくださいましたので、取材に行ってまいりました。もう本当にね、発表の瞬間、皆さんどうやって見てはりましたかね。いろんなところで見てはったと思うんですけど、私ちょっとその日車ぶつけてしまって、修理に出しに行くところで、ガソリンがないって言って、ガソリンスタンドでちょうど発表の場を迎えてしまったんですけども、ちょっとね、給油してる時にテレビを一生懸命かけて見てましたけれどもね、皆さんはどのようにご覧になっていたんでしょうか。もう遠藤選手、河野選手、本当に選ばれてね、嬉しかったです。で、記者会見なんですけども、野呂社長、そして遠藤選手、河野選手、登場してくれましてね、もうすごい素敵な会場で行われましたよ。それではまずですね、記者会見の様子、たっぷりとお楽しみいただきましょう。それではまず遠藤選手、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今回、メンバーにまで選ばれて非常に嬉しく思っています。ただこれが自分自身にはでは最終目標ではないですし、チーム一丸となって必ずいい結果を出して、日本の皆さんと、喜びを分かち合えるような大会にしたいなと思っています。頑張ります。はい、ありがとうございました。続きまして、河野選手、よろしくお願いします。こんにちは。今回選ばれて心の中ではものすごく嬉しいですけど、それと同時に責任感っていう方が結構僕の中ではすごくあります。選ばれたからにはやっぱり日本のために、自分のためにも全力尽くして少しでも貢献して上に行けるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まずはお二人とも選出おめでとうございます。今回中継もやっていましたが、お二人ともどこでどのように、今回の結果を知ったのかと、あと呼ばれた時の名前が呼ばれた時の率直な感想をまずはお願いします。じゃあまずは遠藤選手から。とある場所で見ました。場所はまだ申し上げられませんが、家族と一緒に見て、名前が呼ばれた時はもちろん嬉しかったですし、今まで戦ってきたメンバーに入った仲間もいますし、今回一緒に行けないメンバーの分まで頑張りたいなと思っています。本選手お願いします。僕はお家で家族みんなで見てました。名前が呼ばれた時にはなんていうか呆然としたというか、何も言葉が出なくて、妻からおめでとうと言われて、その言葉がすごく嬉しかったです。今回遠藤選手は3回目のワールドカップになります。チーム最年長ともなりましたが、遠藤選手、まずはどういう気持ちで今回の大会に臨もうと思ってますか？年はそんなに僕自身気にしてないですし、もちろん、3回目ということで、メンバーの誰よりもワールドカップを経験していると思うので、チームの雰囲気だったり、チーム全体として一つにまとまって大会に臨めるような雰囲気を作っていければいいかなと思います。
続いて今野選手も、まあ、前大会2大会連続の選出となりました。ただ前回は、まあ、なかなか怪我の影響もあって出場時間が少なかったという悔しさもあったと思うんですが、まあ、それも踏まえて今回は、今回にかける気持ちも強いと思うんですが、という気持ちで臨みます。まあ、もう前回のことは忘れてますし、全く関係ないです。で今の僕は、後々のことを考えるといろんなことを考えてしまって、手が手になってしまって、だから今を頑張ろうっていう、一つ一つ目の前のことを頑張ろうっていうことだけを意識してやってるので、はい、毎日を頑張ります。本野選手のポジションである、まあ、最終ラインでも、まあ、吉田選手、吉田選手というのがまだできていない状態なんですが、まあ、より本野選手の中心的な役割というのが期待されると思いますが、本野選手、これはどのように考えますか。そうですね、やっぱチームに自分が中心だって思うぐらいの気持ちがある人が多い方が絶対にチームっていうのはいいチームになると思うので、まあ、僕もそういうところは自分に厳しく求めていきたいと思ってます。前回は日本ベスト16でした。今回は優勝を公言している選手も多いと思うんですが、お二人それぞれどこをやっていくかを聞かせてください。優勝を狙えるチャンスがあるかといえば優勝を狙います。この選手は、まあ、ものすごく難しいとは思いますけど、やってみないとサッカーは分からないし、まあ、高いところを目指している選手がたくさんいるので、やっぱり僕もまずは優勝を目指して、まあ、それに向けてしっかりトレーニングしたいなと思ってます。という、お二人の会見でした。まあね、なんて言うでしょう、引き締まった気分を持っている近野選手、そしてね、堂々した遠藤選手の、ね、会見でしたけれども、遠藤選手3回目の選出ということで、ね、まあ、今年も本当に今回のブラジル、舞台がまたブラジルっていうことでね、活躍してほしいですね。そして近野選手なんかね、本当にもう何ですか、自分ではスランプやったということで、いろんな人に励まされてましたけどもね、チーム内でももうインタビューしててもね、東口選手に助けてもらったとかね、あの悩み聞いてもらったとか、梶さんからこういう風に励まされたとかね、もうにわちゃんから励まされたとか、もういろんな人に励まされてましたけども、選出されたということで、ぜひね、もうね、力を存分に発揮してほしいと思います。で、関西からはセレッソ大阪からもね、柿谷選手と矢蛍選手が選ばれたということで、関西のファンに向けてという質問に対しては、まあ、遠藤選手がね、ガンバサポの皆さんもね、代表では蛍と、それからね、陽一のことを応援してほしいし、そしてセレッソのサポーターの皆さんも僕とコンちゃんを応援してほしいって言ったので、ぜひもワールドカップはタッグを組んでね、皆さん応援していきましょうね、すべての選手をね。さあ、それでは続いて遠藤選手、この後ですよ、日頃からね、遠藤選手を取材している皆さんからの囲み取材がありました。まあ、会見ではね、語ることがなかった思いなんかもね、語ってくれていますので、遠藤選手の、取材会見の様子をお聞きください。今回、まあ、家族もご一緒にアップを、ね、はい、考えられたり、はい、言葉をかけられたりとか、お互いに会話がすぎたり、まあ、よかったねぐらいですか、はい、頑張ってっていうのはありましたけど、まあ、これで選ばれなかったら選ばれなかっただろうって思ってましたし、まあ、どういうメンバーが入るかっていうのにも、まあ、興味というかしっかり聞かないといけないかなと思ってたんで、まあ、まあ、呼ばれた時は、まあ、もちろん嬉しかったですけど、まあ、まあ、普通に見てましたね。率直に23人のメンバーを見てどんな印象がありますか。まあ、ほとんど、ね、一緒にやってるので、まあ、監督が決めたメンバーでいい結果を残したいなっていうのが一番ですかね、はい。一番驚いたのは誰でしたか。いや、まあ、別に特に
よしとって言ってほしいと思いますけど、別に特に入るだろうなと思ってたから、別に予想してなかったんで、別にだあの誰が入るとか、うん、まあ一緒にずっとやってきてね、選ばれなかったメンバーもいますしね、あんまり予想はしてなかったんで、まあ、まあ、よしもね、ダックさんで1回か2回しか呼ばれてないのでね、まあ、他のメンバーはもうほとんど分かってるとは思うので、まあ、そこをしっかりとあのいい形でよしも入ってほしいなと思いますけどね。改めてサッカー選手として3大会連続出場ということに関してはどのように感じていらっしゃいますか。まあ、限られた、人数しかねワールドカップ行けないですし、まあ、そこに3回行けるっていうのは非常に嬉しいことでもありますし、まあ、もちろんそれだけ、背負うものも大きいので、自分のパフォーマンスを、ね、しっかりと出せるようにしたいなと思いますけどね。過去2大会と、まあ、今回とで、まあ、自分 の, そのもちろんその進歩っていうのもあると思うんですけど、ご自身どんな進化をその舞台で見せつけたいなと思いますか。はい、まあ、普段通りやりたいなと思ってますし、チームの結果が一番なので、まあ、チームがうまく回るために、まあ、自分の役割もそこが大きいところもありますし、まあ、ピッチ内外で、まあ、うまくバランスを取れればいいかなと思ってますけど、やっぱチームも生き物なので、まあね、全て順調にいってれば何も仕事ないと思いますし、うん、逆にどうなるかアクシデント的なことも起こりうるとは思うので、まあ、そういう時にうまくあの、まあ、チーム全体としてもそうですし、まあ、自分自身もあのいい方向に、ね、チームが持っていけるようにしたいなと思いますけどね。支えてくださったご家族からどんな言葉があったんでしょうか。まだ両親にはまだ話してないので、まあ、これからですけど、まあ、家族も子供学校行ってるのでまだ会ってないですけど、まあ、まあ僕からしたらね、ありがたいだけですしね、感謝ですし、それをピッチ内であの返せればねいいかなと思いますけど。4年前初めて試合に出られた中で振り切って決めたり活躍されましたけど、その経験プラス、はい、この4年間積み上げてきたもので、遠藤さん個人として次のワールドカップで出したいもの、まあ、個人のスポーツじゃないですけど、まあ、本当特にこれっていうのは今のところ考えてないですけど、まあ、自分がそのピッチに立てばね、やっぱりより日本らしい攻撃的なサッカーをするために、まあ起点になれれば一番いいかなと思いますし、まあ単純ですけど、自分のやるべきことをしっかりとやっていきたいかなと思いますけどね。この4年間ではっきり日本のストロングポイントは攻撃やっていうようなことは遠藤さん自身が言ってて実感できてるっていうような感じですか。はい、まあ、日本の特徴はね、僕自身は昔からそうだと思ってますし、まあ、守備に重点を置くようなゲームはほとんどしてないと思うので、やっぱり攻めて勝つっていうのが、一番だと思うので、まあ、それはまあ、もちろん監督が、ね、決めることですけど、まあ、できるのであればそれをやり続けていきたいかなと思いますけどね。攻めて勝つと言ってくれた遠藤選手、本当にね、前回大会はね守備的な戦いになってしまったんですけれども、このね、ワールドカップに向けてもみんなでこう積み上げてきたものがありますし、遠藤選手予選からずっとねチームを支えてきてね、そしていよいよ本番ですから、もう思う存分暴れてほしいですよね。まあ、本当に遠藤選手がね、自分自身どのように輝くのか、それからね、前線の選手をどのように生かすのかというのは本当に楽しみですよね。フリーキックもぜひね決めてほしいです、ね、フリーキック以外の得点も決めてほしいです。さあ、それでは続いて今野選手、今野選手もね本当にね発表までいろいろドキドキされてたということなんですけれども、それでは今野選手のインタビューをお聞きください。もう
ちろんワールドカップ行きたいのは自分のためっていうのもあるけど、でもなんか今年不調に落ちて、まあ、いろんな人に相談して、まあ、メディアの人にいろんなこと言って、まあ、いろんな人に本当に心配かけたんで、だからなんかそういう人たちにホッとさせたのが嬉しかったっていうか、うん、本当心配かけて申し訳なかったなっていう感じはありましたね。あとはその嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですけど、正直嬉しいけど、それよりなんかプレッシャーとか責任感とか覚悟を持たなきゃいけないなとか、そういう方のなんか僕はよぎりましたね。だからなんかすげえ緊張するし、緊張してくるし、うん、こんな感じですね。ワールドカップっていう舞台を前回その経験しているからこそ分かる部分ともあると思うんですけど、それは逆に自分の緊張につながるところもありますか？いや、ありますね、うん、まあ、経験したっていうほどに入んないと思うんですよ僕。何分かしか出てないし、一回もボールされなかったし、うん、だそれでもあの3対1で勝ってる状況で、元残り何分を、失点がなければグループリーグ突破できるっていう中で出されて、正直頭の中真っ白だったというか、足がガクだったというか、まあ、そんな重圧を感じたんで、うん、だから今回も、まあ、やっぱり間違いなく相当な緊張感はあると思うし、うん、プレッシャーはあると思いますけど、代表っていう場所はどの位置にいようとプレッシャー感じますね。ベンチにいてもやっぱりヒヤヒヤするし、うん、緊張するし、うん、多分ワールドカップメンバーに入った23人に入ったら、うん、どの位置にいても多分、うん、プレッシャー感じると思います、はい、攻撃的に今までやってきたように戦うためにどういう風に合わせていきたいというか、まあ、本当に信念は強く持ってると思うんで、その必ず直前になって戦術を変えるっていうのはこのチームはないと思うし、うん、多分そういうことになったら多分全員が反対するというか、そういうなんていうの、一体感というか、みんながやろうとしていることが同じ方向に今向いてると思ってるので、うん、だからその精度を上げていくことだけに集中して、あとは個のコンディションをどんどん上げていくことだけに集中して過ごせば、うん、攻撃的というか、まあ、バランスよく戦えると思うんですけど、リーグ戦終わったらしっかりセンターバックに回ってきようというか、そこ一回も、うん、と思いますけどね。多分選ばれたところもディフェンスのところだったし、まあ、自分ももうディフェンスだと思っているので、はい、まず早く感覚を取り戻さないといけないと思うし、まあ、でも期間もしっかりあるので、うん、自分もいろいろなことやるだけのことをやって、はい、戻していきたいなと思ってますけど、しっかり戦わないとそのあっという間に終わってしまうと思うんで、やっぱ失点が多いとね、こういう短期決戦で、短期決戦なのか長期決戦なのか分からないけど、やっぱ失点が多いとどうしてもチームは安定しないと思うので、うん、まあ、でもディフェンスだけで、ディフェンスラインだけでディフェンスするわけじゃないんで、やっぱ攻撃陣にもしっかりディフェンスしてもらいながらチーム全員で守りたいなと思いますけど、でもやっぱサッカー選手っていい時も悪い時もあるなって本当に思うし、しかも今は結構今年どん底ぐらいまで行ったような気がするけど、今ちょっと上がってきてるなっていう感じはあるので、うん、だから大丈夫な気がしますもう僕年齢的にももうこれ絶対ラストだと思ってるし、うん、個人的に何かしたいっていうよりチームでやっぱり日本の良さを出して世界にアピールしたいと思うし、いい結果を残して日本中で喜びたいなっていう気持ちの方が強いですね。だから、うん、本当チーム総力戦だと思うし、チームが上に行くためだったらどんなことでもやりたいなと思ってます。震災後あのふるさとの子ども、被災地の子どもたちと交流続けてきましたけれども、うん、ブラジルでどんなプレーを自分と届けたいっていう、まあ、やっぱり勝つところをお見せしたいし、うん、まあ、勝つためには
勝つために自分ができることって言ったらやっぱり泥臭いプレーだったり最後まで諦めないとか体張るとか、まあ、そういう地味なことしかできないけど、うん、まあ、それをやり続けたいと思うし、うん、地味だけどなんか効いてるなみたいな、まあ、そういうところを遠くのみんなには見てほしいなと思います。一緒にこの本番まで積み上げてきたメンバーが多いだけに一緒にやってきたらそれを存分に発揮したいっていう感じですか。まあ、そうですよね、うん、まあ、僕も予選から本当に戦えたんで数多く試合に出れたので、うん、で今やろうとしているサッカーもすごい自分は共感できるし、うん、まあ、本当にでチームメイトにも面白い人たくさんいるし海外で頑張っている人たちもたくさんいるし本当みんなで結果残したいなと思っています。という今野選手、本当にね、もうね、自分をぜひ発揮して本番頑張ってほしいですね。まあ、遠藤選手と今野選手からもね、やっぱりこう一緒に頑張ってきた中でも選ばれてない選手がいるっていう言葉がね、やっぱりほんまやなと思ったんですけども、まあ、サポーターからしたらこの2人が選ばれるのは当然と思ってましたけども、今野選手自身やはりいろんな葛藤があったり緊張感があったり、それはやっぱりこうね、直接こうやってお話聞くと分かりますよね。もう本当にこうガンバからこの2人が選ばれたということが本当にね、すごいことなんやなと思ってね、本当にもう心からね、精一杯応援していきたいと思います。遠藤選手、近藤選手、頑張ってください。で、本当に素敵な記者会見だったんですけども、ガンバ大阪の野呂社長もですね、お二人にね、とっておきの紅白のワインをプレゼントされたということですよ。おしゃれですね、ね、野呂社長におしゃれですねって言ったら、まんじゅうじゃちょっとねおしゃれじゃないからねって言うの本当ですね、もういいワインなんですかって言ったら、いや僕が飲みたいようないいワインやったよって言ってはったんでね、ぜひお祝いに遠藤選手、近藤選手召し上がった感想なんかもね聞いてみたいと思いますね。でも本当に嬉しいですよね。なんかやっぱりこう細貝選手とかね、やっぱりいろんな選手のことを考えるとこうやって選ばれてっていうのはね、本当にもうすごいことだと思いますし、ガンバからこの2人の主力選手ね、世界へ羽ばたきますけど、本当にね、まあ、遠藤選手、近藤選手も人一倍苦労してはりますしね。遠藤選手もドイツワールドカップでね、唯一出場がなかったりフィールドプレーヤーで、近藤選手もね、もう十分でもおっしゃってましたけどね、全世界大会は6分間の出場でボール触ってないってね、それでも緊張したって言ってはるんですけど、今回はもう主力でね、いかんなく力を発揮してほしいと思います。遠藤選手ね、とある場所っていうことでしたけど、どこなんでしょうね、ご家族と見てはったんね、とある場所なんかね気になりますけれどもね、お子さんも本当にね、もう分からはる年にね、4年も経ってますしね、可愛らしい赤ちゃんもいるしね、もう本当にご家族にとっても楽しみな大会なのではと思います。もう本当にね、ワールドカップ今から楽しみなんですけど、皆さんね、ぜひ精一杯応援してまいりましょう。そしてガンバなんですけれどもね、21日24日とアビスコカップ2試合万博でありますのでね、また若手が活躍するということなのでね、ぜひ皆さん若手にも大きな声援をよろしくお願いします。井出口選手ね、また出場してくれるんでしょうか。そして内田選手、小川選手、ぜひね頑張ってほしいと思います。もう岡崎選手も復帰してきたということでね、とっても楽しみですよね。岡崎選手も長谷川監督のね評価も高いですしね、この間の昨日のね FC 東京戦の後の監督会見でも、ま、岩下選手をねちょっと交代、そして、岡崎選手投入ということなんですけど、その場面長谷川監督がね、岩下が熱くなっていて、あのままやれば退場になるのが目に見えていたので、ね、そうなると試合は一気に壊れてしまうので、岩下を下げて今野をセンターバックに入れました。で、岡崎選手なんですけども、金谷の方がボールを動かす力があるので、より中盤を攻撃的にしてなんとか1点と思ってね、起用したということなんですけれどもね、ぜひぜひね、岡崎選手次の試合も活躍してほしいと思います。で、結果として、今野選手は本番前にね、センターバックに入ることができたんでね、あとはワールドカップも近いのでちょうどいい予行練習なのではないかというふうに長谷川監督は言ってるんですけども、まあね、ほんまですよね、今野選手も一回晴れてよかったんじゃないでしょうか。まあでも結果といたしましては、もう 3-0 はないやろうと皆さんね思ったと思うんで、これはぜひね
巻き返してほしいです。まずはもう好調アントラーズをね、21日ビシッと叩いてほしいと思いますね。21日ナビスカップ、ぜひ皆さん精一杯応援してまいりましょう。また21日の試合のね様子は、取材して次週25日にお届けしますのでね、皆さんどうぞお楽しみに。それから当番組では皆さんにね、この選手にねこんなことを聞いてほしいなどなどね、取材のね、ご希望ね、そして要望などなど受け付けておりますので、当番組にファックスメールどんどん寄せくださいね。よろしくお願いします。そして番組の、ね、このコーナーの冒頭にもお伝えしましたけれども、先週のスポーツオーソリティ流阪急山田店で行われました、西野選手そして東口選手のトークショーの様子は6月1日のねこの放送、このライジング G ガンバ2014のコーナーでお届けしますので、どうぞお楽しみに。来週はですね、そのナビスコカップの試合の後の選手の皆さんのインタビューをお届けしますので、どうぞお楽しみに。